占いガチ信じてる。そろそろ悩みが溜まってきたので占ってもらいたい時期ですこの健康体にさ変わってきたからさ、なんかマスリが痩せれるかどうか占ってほしい帰ってきてくれて嬉しいよ。元気に長く、これオタク目線ね、活動してね、美味しいご飯も一個ね。これはオタク目線マッチも入ってます。おかゆはね、面白いネタがまだあるので話を聞いてください。これはね、祭りの変な話が大好きなんだよ面白いネタ、なんか祭りの過去の失敗談みたいなんとか趣味とかを話すのと笑ってくれんの。間違った知識で間違ったことをしてしまうんだよね、漫画とかさ動画の見すぎで祭りが最近見た動画はあのゴム人間ですね。なんかあれがめっちゃ伸びんの。だから伸びてなんかめっちゃ遠くの人に入れれるみたいなやつを見た どういう意味がわかんないでしょ。いや意味がわかんないけど、私そういうの見たんだよねって言うとおかゆが何それってそういうのあるの、何それって笑ってくれるから好きですね。はい、ということでおかゆのことを考えるといつもそういう気持ちになるから、そろそろ責任取ってね。これで伝わるでしょう。コロネの軽やかなダンスが好き。でもマジこれはね、本当に思う。見てて気持ちいいよね。普段の性格ね。うん。やばくて祭りもそれになりたいうん、あれなんていうの、アクロバット、祭りもアクロバットできるようになりたいんだよね。かっこいいね、アクロバット。いつか教えてもらおう。かっこいいよなコーネのアクロバット。うん、そう、まず筋肉つけるから、まず筋肉つけてからコーネに聞いてみよう、アクロバット教えてって